リニア工事が南アルプスの生態系に与える影響を議論する県の専門部会が10ヶ月ぶりに開かれました。委員からは国の有識者会議で示された論点案についてさまざまな意見が上がりました。生物多様性に関する県の専門部会が開かれたのは10ヶ月ぶりで、今日は JR 東海は出席せずに、委員らが先月国の有識者会議で示された論点案について議論しました。リニア工事ではトンネル掘削によって地下水位が300メートル下がるとの予測が示されていて、国の有識者会議で論点として挙がったのは、大井川上流部の沢の生物への影響と高山植物への影響、そして発生動機場など地上部分の改変による影響の3つです。今日の会議では3つの論点案に対してさまざまな意見が述べられ、沢ごとの生物への影響を分析するいわゆる沢カルテについては委員によって相反するような意見が出るなどしました。県は今後委員たちの意見を集約し、国の有識者会議の議論が本格化する前に論点案に対する要望を県の専門部会の総意として伝える方針です。